L-410 区便下での、LET、l e t l 4 1 0 m u、LET、l e t l 4 1 0 v u p e l 4 1 0は、チェコスロバキア時代に LET クノビツェ社が開発したターボプロップ総発旅客機である。ソ連などの他の東欧諸国でもレシプロ服用機であるアン、AN-2 の更新用として、多数が導入された。総生産機数は1100機以上。ここでは、 その派生型である L-420 についても述べる。LED クノビツェはソ連を除く東欧諸国では随一の航空機メーカーであり、地方の旅客や貨物運搬用、広報訓練用など多目的に投入するために開発されたもので、1969年4月16日にプロトタイプである初号機が初飛行に成功した。 このプロトタイプは、チェコスロバキア国産のワルター M601 ターボプロップエンジン開発遅延のため、プラットホイットーカナダ PT6A-27 ターボプロップエンジンを装着して使用された。PT6A-27 エンジンを装着し、量産されたものが L-410A である。L-410A が、航空会社に就航したのは1971年であった。 M601 エンジンの開発成功後は3枚ブレードのアビア V508 プロペラと共に M601 エンジンへ換装された。この量産型が L-410M である。また、アエロフロート用としてエストール性能を高めた L-410M ブップが開発された。L-410M ブップはエストール性能を高めた代わりに空気重量が増加し、 さらに重心も移動させたため、搭乗可能旅客数が15名まで減少した。最も多く運用されている L-410M、ブップ E は、最大離陸重量を 6400kg にまで高めたもので、強化された M601E エンジンと共に、5章の V510 プロペラを装備し、搭載燃料量を増加させるため、翌端に増装タンクを取り付けた。 L-410VPE9 と VPE20 は様々な照明、放棄に禁するマイナーチェンジ版で最後に製造された L-420 は M601 回エンジンを装着した派生型である。L-410MVPE で 6400kg だった最大離陸重量は VPE9 と E20 では 6600kg にまで増加し、 これにより搭載可能乗客数も17から19名にまで増加した。L-410MVP は、非予圧の全金属型高翼コミューター機で、引き込み式の膠着装置を装備する。また、主要と非常用の2系統からなる、油圧系統を持ち、主電源系統は直流 28V である。防音氷装置は、主翼前円に除氷ブーツを装備し、プロペラ、 操縦室風防、ピトスタティック系統の防護りは電熱によって行う。この航空機は、軽機飛行方式による運航が可能で、カテゴリー I の軽機着陸装置を用いた着陸ができ、また、アイシングコンディション下の運航も可能であり、未舗装滑走路からの発着も可能である。1100機以上が製造され、おおよそ500機近くが現在も運用されている。 多くはソ連に供給されたが、その多くは売却されており、アジアやアフリカ、北、アメリカで運用されている。40機はヨーロッパでコミューターか、スカイダイビング用に運用され、また、数は不明だが、ロシアや旧ソ連圏にも存在する。ありがとうございます。